こんばんは、猫嫁です。本日、ギター初心者練習5日目になります。本日は3個単位で反復するフレーズということでしていきたいと思います。実は1時間ぐらいやってる感じなんですよ。でもう飽きちゃったからもうそろそろ撮って終わらせようかなって思ってます。初心者の私がギターを始めて5日目の練習でした、ね、人差し指や小指に戻るところでリズムがつられて乱れやすい、左手のね、各指が独立して動くようにするトレーニングらしいんですけど、私、昔ピアノやってて、それで、1年前から笛をね吹き始めたんで、左手はそこまで独立して動かないっていうことはないんですけど、でもコードを抑えるのがやっぱり難しいですね。私152センチなんですけど、身長やっぱりこれでもちっちゃいタイプの、ちっちゃいタイプって言ってもあれか、ちょっと薄いね、ここが薄いぐらいなんですけど、やっぱりあれです、指がなかなか届かなかったりするんで、今日ある方のギターのね、初心者の人のためのライブみたいなのを見てたら、やっぱり152センチぐらいの人だったら、なんかミニギ小さいギターで弾くっていうのも一つの手ですよみたいなことを、なんか質問者の方について答えられてたみたいなんで、ミニギターの方が良かったかなって思いました。でもまあこれはミニギターじゃないんですけど、まあできるところまでねやっていきたいと思っております。今日もねご覧いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。